嘘。嘘とは、穀物の脱穀や製粉、餅つきなどに用いる道具である。嘘には引嘘、引嘘、引嘘と突き嘘、突き嘘の二種類がある。嘘には引薄スすりスと突き、嘘の二種類がある。日本語の嘘の意味は、非常に広く、引薄スすりスも突き嘘も、嘘の字で表現される。中国語では、はきであり、引は、 魔の字により表現する。日本語でもウスの総称として、ウス魔を用いることがあり、考古学では、スリウスとする文献もある。植物の種子には硬い皮に覆われているものや、澱粉質の部分に皮が食い込んでいるものがある。米や泡などは、澱粉質の部分に皮が深く食い込んでいるわけではないのでへこみを持ったウスを使い手つくことで皮を分離することができる。一方、 小麦などは、澱粉質の部分に皮が食い込んでいるため、つくよりもする、力、洗断力を用いる方が脱穀には効率的であった。このような違いは、西洋と東洋の文明の違いにも影響を及ぼしたと言われている。引き薄、月、薄のいずれも、現代でも、人が動かすもの、人力方式、水力を用いて動かすもの、水車小屋、水車、 風力を用いて動かすもの、風車小屋、風車などがある。また、近年では、電動式のものもある。引き薄は、主に石製で、二つの石などをすり合わせて、もみ殻が,がついた状態の小麦や蕎麦などの穀物を粉砕する。このほか、急に用いるもぐさを製造する際、乾燥させたよもぎを粉砕するためにも石薄が用いられる。 ヒきうスは大きく石板の上で石くれを往復させるサドルカーンと2枚の円盤を重ねて片方を回転させるロータリーカーンに大別されるサドルカーンはクラカタ形石皿と訳されるもので学術上はスリウスとも呼ばれる石皿の範疇である大きな板状の石皿と石皿の幅に合わせた長さの棒状のすり石が一体になっており 石皿の上に少量の穀物を乗せ、すり石の棒を押し引きする運動によってすりつぶす。歴史が非常に古く、古代エジプト文明においてはこの方法で小麦を製粉し、パンを焼いた。そのありさまは多くの土偶や壁画に残されている。新石器時代の中国や朝鮮の遺跡からもスリウスが出土している。サハラ砂漠以南の ブラックアフリカでは二十世紀でもこのサドルカーンで製粉が行われていた。アメリカ大陸においてもサドルカーンに類する製粉道具でドングリやトウモロコシを引き、かゆや虫団をトルティーヤに加工していた。作業は日のうな上、長時間にわたり前鏡の姿勢で力を入れる重労働であった。そのため回転式の薄や機械製粉が普及すると衰退したが、 現代でもインド、中南米、アフリカなど多くの地域で使われる。ロータリーカーンとは、回転式の引き薄のことである。小麦の栽培が普及し、やがて小麦を粉にしてから食するために発明された。最初はもっぱら人力で動かされ、次に、牛馬の力も利用し、そして、中央アジアで川の流れを利用する水車で石薄を回す、水薄も開発された。 水巣は人類が手にした最初の自然の力を動力として使った機械と言える。ヨーロッパでも水車で渦を動かすことは一般的になった。また、スペインやオランダでは風車で渦を動かすようになった。なお、薄石に歯が付けられているものはトウスとも呼ぶ。天、天、天使ともは中国で発達した引きの一種でワイシローラーを回転させて、 精米や製粉を行った薄である。中国では、粉色の習慣発生が遅く、しかも、稲米や豆類で稀に行われる程度であった、小麦の伝来は全環、その普及は等とされている。このため、古くは、魔と呼ばれる今のすり鉢のようなものであった。このため、磨くから改良されたと見られる、天の記録も古感末期が最古のものである。やがて、 磨くや天に改良が加えられて、水力を用いた水天、水天、口実や蓄力を利用し、小麦の製粉に優れた、貝、稲の揉みを砕くための、老、魔の間に、竹の葉を挟み込んで揉みを砕いて、中身だけを最下層に落としたが生まれた。ヨーロッパでも、類似の薄が存在する。の方が詳しいを参照。日本で多く用いられている引き薄は、 ほぼ同様の厚みを持つ円形のカウス、オスウスの上でウエウス、メスウスを回転させウエウスの穴から供給される大豆などを砕く形式のものである。半時計回りに使用するものが多いがその理由は明らかになっていない。ウエウスと下ウスにはそれぞれ溝が刻んであり、地域によって6区画で溝が刻まれているものと8区画で溝が刻まれているものが分布ている。 製粉時に熱が入りにくいという利点がある。茶を微粉末にするために使われる薄を茶薄と言い、製茶業者が使う大型のものと作動家が使う小型のものがある。個人用の茶薄は穀物用の薄に比べ小型で成功な作りになっており、茶道具の一つとして審美対象ともなる。日本には当茶すり、当茶薄として14世紀に輸入され、15世紀の 中頃には国産化された。月薄は木製、または石製で木根を用いて脱穀などを行うものである。餅付きにも使用される。月、薄の一種にラウス、踏み薄がある。カ対、ウス、踏み薄は中国で発達した月薄の一種で、手この原理などを利用して足で踏んで木根を動かすことによって精米や製粉。 持ちつきを行う足踏み式の臼、有史以前に日本にも伝来し、近年まで使われていた。東南アジア等にも広く普及し、使われている。また、五感時代には、河川などの水を利用して、精米を行う、水薄と同じ原理の水薄、水体と呼ばれる大型の臼も利用された。水薄は大量の穀物を生成できるために、権力者の中には水薄を用いて、 自分の土地の穀物のみならず他人の穀物の生成も受け持って、あるいは水酢そのものを貸し出して、利益を得る者もいて、一種の財産となった。精神の時代に、河内軍大使となった、劉将が、同軍には、公主、同軍は、進む皇室、芝しの故郷で皇族の放置が多いが勝手に水巣を設けて、水路を切り開くために、 一般農民の考えの妨害になっていると皇帝に訴えて、これらをすべて壊したという、信条。だが、後に引き薄である水、天、天を参照の要素を加えて製粉も可能とした、天外、天外、水薄が登場するようになると、その害は、ますます激しくなった。天外の初期のものはすでに、五感時代には、 中国本土から離れた落老群でも発掘されているが特に盛んになったのは唐の時代になってからで貴族が事故の荘園内の河川や水路に天外を設置して線路と反の軌道を設置して製粉業を行った。これは河北中原においては泡の栽培を基本にしつつ水稲栽培も推進されていた近年世紀の農業政策に対する阻害となることから 東王朝は考え用水の妨害となる、天外に対して厳しい態度で臨み、たびたび、天外設置の禁令や、実際の撤去が行われていたが、気候的、地理的条件において、不利を抱えていた河北における、稲作政策が、第二、放棄されて、代わりに小麦栽培が奨励されるようになったことに、加え、近電性の解体と、それに代わって、河北、中原において、 俗と小麦による2年3毛作を前提とした、量税法への移行によって、天外規制の必要性が希迫となり、かえって小麦の粉色に対応するために、天外の設置に対する規制は、有名無実化されていった。もちろん、水稲栽培地域では依然として、天外規制は必要性をもって行われていた。中国歴代王朝政権にとって、こうした水薄、水、天、 天外の利便性、財産的価値と一般住民の生活、農業用水の確保という相反する目的をいかに調和させるかが洪水防止と並ぶ治水政策の最大の課題となったのである。なお、日本にも水戸天皇十八年、六百十年に来日した鈍ンによって天外が伝来され、日本初期、天平十九年、七百四十七年に、 法流寺と大安寺が作成した資材帳にそれぞれ薄屋と記された家屋の有が確認でき、これが天外施設と見られている。ただし、日本で粉飾が行われるようになったのは後世のことであり、当時の日本では普及しなかったと考えられている。もともと薄にはすりつぶす機能があったが、日本では石製の薄から木製の大型の薄が一般的になり、 上下につく機能が強化されて、処理能力は増大した反面、すりつぶす機能が失われたため手頃な発明として、すり鉢が出現したと言われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。